エモリー・アプトン、エモリー・アプトン、A、エモリー・アプトン、1839年8月27日から1881年3月15日は、アメリカ陸軍の食料軍人、軍事戦略家であり、南北戦争のスポットシルバニア・コートハウスの戦いで、不評隊を率いて、敵の残酷陣地への攻撃を成功させたことで、除名となったが、砲兵や、 騎兵ののでも卓越していたその著書アメリカ合衆国の軍事政策は、アメリカの軍事政策とその実際を分析し、国の軍事史を初めて体系的に調査したものであり、死後の1904年に出版された時に、アメリカ陸軍に途方もなく大きい影響を与えた。アプトンはニューヨーク州バタビア市近くの農園で、 ダニエルとエレクトラランドールのアプトン夫妻の十番目の子供六男として生まれたアンドリュー・ジェイ・アレクサンダーやフランシス・プレストン・ブレア・ジュニアの義兄弟であったオベリン大学の有名な福音伝道者チャールズ・フィニーのもとで二年間学んだ後の1856年にウェストポイントの陸軍士官学校に入学した百六十一年五月六日に同期十五名中八番目の 成績で卒業したが、ちょうど南北戦争が勃発した時だった。アプトンは、第4がアメリカ砲兵隊の少尉に任官され、5月14日には、中尉として、第5第4アメリカ砲兵隊に配転され、アービン・マクドウェル巡将の北東バージニア軍で、ダニエル・タイラー巡将の副官となった。7月21日の第一次ブルランの戦いでは、ブラックバーンズフォードでの戦闘中に、腕と、 左は秋原を負傷したが、戦場を去ろうとはしなかった。1862年の半島方面作戦と7日間の戦いの間、第六軍団砲兵予備隊でその砲兵隊の指揮を取った。メリーランド方面作戦では、サウス山の戦いのクランプトンギャップでの戦闘や、アンティータムの意を含め、第六軍団第一師団の砲兵予断を指揮した。 アプトンは1862年10月23日に第121ニューヨーク志願不評連隊の大佐に指名された。12月のフレデリックスバーグの戦いではその連隊を率い、ゲティスバーグの戦いの初めでは第6軍団第1師団、第2旅団を指揮した。ゲティスバーグにはその軍団がメリーランド州マンチェスターから1番に35マイルを降軍して到着したが、 予備隊として残された。ブリス島方面作戦では、1863年11月のラッパハノック駅の戦いでの勇敢な行動を、称えられ、正規軍の少佐に名誉昇進した。1864年のオーバーランド方面作戦では、荒野の戦いでその旅団を率いたが、その大きな功績は、スポットシルバニアコートハウスの戦いでのことだった。 この時南軍の強壁に対して新しい戦術を開発し、これが第一次世界大戦の対残豪戦でも使われる戦術の前触れとなった。集中した不評が敵前線の小さな部分に突撃し、急速前進しながら発砲のために立ち止まることなく防御部隊を圧倒して突破するというものだった。1864年5月10日、アプトンは南軍の ミュール州と呼ばれた都市粒に十個連隊を引き以この攻撃を行った。その戦術はうまく働き、部隊はミュール州の中央を突破したが、支援がなかったために敵の砲兵と騎兵の援軍を前に撤退を強いられた。アプトンはこの攻撃で負傷したが、5月12日に順勝に昇進した。この日には、ウィンフィールド・スコット・ハンコック少将がその第二軍団全軍で、 アプトンの戦術を使い、ミュール州を突破した。アプトンは、傷のために、ワシントン DC に戻らざるを得なかったが、ピーターズバーグ包囲戦の初期段階には、戦場の指揮に戻った。アプトンの旅団が所属する、第六軍団は、ポトマック軍から離れて、南軍ジュバルアーリー中将のワシントンに対する、脅威とその後の1864年の、 バレー方面作戦に対処するために派遣された。オペクオンの戦い、第三次、ウィンチェスターの戦いとも呼ばれるで、アプトンは第六軍団第一師団の師団長が致命傷を負った時に、師団の指揮を取った。アプトン自身も、その後間もなく、太ももに重傷を負ったが、戦闘が果てるまで戦場から立ち去ることを拒んだ。戦闘の間短価に乗せられながら、部隊を指揮した。 アプトンは、ウィンチェスターの功績で2つの名誉昇進を果たし、9月19日に正規軍の大佐、10月19日に志願兵の少将となった。アプトンは、治療休暇から戻ると、騎兵士機関として終戦まで続け、戦闘兵士すべてへの精通を果たした。ジェームズ・ H ・ウィルソン少将の下で、ミシシッピ軍事士団の騎兵軍団第4士団を率いた。この師団は、 ウィルソンの襲撃中のセルマの戦いに参戦した。1965年4月16日、この師団は、ジョージア州、コロンバスの南軍防御施設に野襲をかけ、大量の武器弾薬、物資及び1500名の兵士を捕獲し、免被覆昇格艦 CSS ジャクソンを燃やした。これは、ロバート・イ、e、リー軍が、バージニア州で降伏してから1週間後に起こり、南北戦争でも、 最後の大規模回戦となった。その数週間後の1865年5月、アプトンはアメリカ連合国副大統領のアレクンダー、スティーブンズ逮捕を命じられ、さらに少し経って大統領のジェファーソン・デイビスがその保護下に入った。アプトンはセルマの功績で正規軍の巡勝と正規軍の少将にどちらも1865年3月13日付で、 名誉昇進した。戦後、アプトンは7月から9月までカンバーランド方面軍の騎兵旅団を指揮し、1866年4月まではコロラド地区軍に仕えた。4月30日には志願兵任務から解除された。アプトンは1867年に認められた不評戦術の新しい仕組みを検討するベストポイントの委員会に任務をあけられた。 1866年7月、第25アメリカ不評連隊の中佐に指名され、1869年3月には、第18アメリカ不評連隊に転属となった。1870年から1875年まで、陸軍士官学校で士官候補生の指揮官となり、不平術、砲平術及び、騎平術も教えた。 アメリカ陸軍総司令官となったウィリアム・シャーマンは、不仏戦争の教訓に感銘を受けて、アプトンにヨーロッパとアジアを旅させて、軍事組織を学ばせたが、特にドイツ軍に特別の重きを置かせた。アプトンは帰国すると、ヨーロッパとアジアの軍隊を表し、ヨーロッパの軍隊は、アメリカ軍よりも職業として、より進んだ状態まで軍務を発展させたと、告げした。 54ページにわたって軍隊の改革について推薦するところを示し、例えば先進的な軍人学校を設立すること、一般幕僚、能力評価記録の仕組み及び試験による昇進などがあった。アメリカはフランスの軍事組織や戦術に興味があり、南北戦争の戦闘でもそれが支配的だったが、これが変わっていった。アプトンはバージニア州、モンドを取り出にあった。 法兵実践学校の理論教室で正し者に指名され、そこでは組み合わされた兵種戦術を強調した。1880年に大佐の位に戻っていたアプトンは、1881年にサンフランシスコ要塞で第四アメリカ法兵連隊の指揮官となった。アプトンはおそらくは脳腫瘍によるものと思われるひどい頭痛に苦しみ、頭を打って自殺を遂げた。遺体は、 ニューヨーク州オーバーンのフォートヒル墓地に埋葬されている。アプトンは19世紀は、もちろんアメリカ史でもアメリカ陸軍の最も影響力、ある、若い改革者の一人と考えられている。アメリカ海軍の改革者で、戦略家のアルフレッド・セイヤー・マハンに対して、陸軍マハンとも呼ばれてきた。戦術やアジアとヨーロッパの軍隊に関する著作は、影響力あるもとの考えられたが、 その最大の功績は1775年以降のアメリカ合衆国の軍事政策だった。アプトンはこの著作に何年も費やしたが1881年の死の時には未完だった。1775年以降のアメリカ合衆国の軍事政策は議論の多い作品であり、アメリカ合衆国の軍事史を外説し、軍隊は無分別で弱いものであり、 アメリカ軍の制度の欠陥すべては基本的な潜在的弱点である過剰な文民統制にあると主張した。陸軍長官の影響力を過小評価し、戦場での軍事的決断は職業士官によってなされるべきであるという考え方を推奨し、ただし大統領は総司令官の役割を保つべきであるとした。戦時には志願兵や徴兵で補,兵で補充される強く常設の正規軍。 プロイセン参謀本部に基づく一般爆僚の仕組み、昇進を決定する試験、ある年齢に達した士官の強制退役、先進的な軍事教育及び三考大隊の不評連隊四個による戦闘展開を論じた。アプトンの作品は軍隊と民間の戦略に長い間豊富な影響を与え続けた。アプトンの死後、ベストポイントの同級で、 しかし友人だったヘンリー・エデュポンが未完原稿の写しを手に入れた。それが軍隊の士官たちの間で回し読みされ、多くの議論を助長することになった。米西戦争後、陸軍長官エリフルートがこの原稿を読み、陸軍省にアメリカ合衆国の軍事政策と題して出版するよう命じた。20世紀初期のいわゆるルート改革と呼ばれるものの多くは、 アプトンとその著作に着想されたものである。1895年、ジェームズ・ウェイチ・ウィルソン少将は、ピーター・ミッキーの著作、エモリー・アプトンの生涯と手紙に紹介記事を書いた。ウィルソンの元部下に対する検事は、エモリー・アプトンの功績と特徴の重要性を示している。アプトンは、ニューヨーク州サフォーク郡中央のある場所、現在は、 ブルックヘブン国立研究所があるところで記念された。アメリカ陸軍のキャンプアップトンは1917年から1920年と1940年から146年まで利用された。第二次世界大戦の間、このキャンプは長母兵の入隊センターとして再建された。陸軍は後にこの場所を不祥機関兵の回復機及びリハビリテーション病院として使用した。 アプトンの彫像がニューヨーク州ジェネシー軍の軍庁舎前に立っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。